そして3つ目の特徴、超便利な新メモリ機能。 V1HD はつまみを操作して設定をしたり、ボタンを操作して設定したり、いろんなことができるんだけど、ただこれには一つ大きな問題を抱えていると。どういうことかというと、それぞれ設定を反映させるには操作しないといけないわけですね。何を言ってんだと、当たり前じゃないかと。ただね、ワンマンオペレーションでやってると、じゃあ今から小窓に切り替えます、はい、ポチポチポチ、5秒10秒毎回かかってたらちょっとしんどいですよね。それがまさに新メモリーを使えば一発で小窓出し、画面スプリット、さらに小窓の大きさ、あとは小窓の位置みたいなのを切り替えることができる、ワンボタンで切り替えられる、それが新メモリー機能です。これはね、本当に便利というか、私ね、もう本当に基本これで全てのオペレーションをやっていると言っても過言ではありません。で、新メモリー機能どこにあるか、こちらです。まあ目立たない位置にね、ひっそりいるんですよ。メモリーと書いてありますけどね、これをクリックすると新メモリーモードに切り替わります。8個のそれぞれアサインができるので、例えばじゃあ1番のボタンにはこのようなPC 映像を小窓で出してカメラ映像の上に乗っけようとか、分割で出そうとかで、3番目のボタンは上下分割にしようとかで、さらにレイアウトを変えたものを5番に設定しておこうとか、これを事前に仕込んでおく。今これ6個しか出てないけど、これ計8個仕込めますので、これも実際やってみた方が分かりやすいかもしれない。ピクチャーインピクチャーの2分の1サイズ、3分の1サイズで、さらにセンターに配置したピクチャーインピクチャー、そして画面分割、あとはルミナンス合成、そういったものを毎回毎回エフェクトボタンをオンして値を変えてとかやらなくて済むと、ワンボタンで切り替えられる、それが新メモリー機能です。